まあ単純に考えたら、まあその南東西北、まあ、順番があるって言ってたから、まあ今言ってた順番通りに南東西北の順番にやるのかなって思ったけど、さすがにまあそんなに簡単ではないと思うんですよ。入れなさい。はい。本当に解除できたわ。さすが勝利殿。多少知識があっただけ。すごい。封じられた秘密を明らかにするとき。うわー。わかんなかったな。無用の争いを避けるため。遺跡に入る前に一つ提案があるんだが。何？何でしょう。契約を結んでほしい。内容は順番に物を取る。一度に一点のみ。何それ。変な契約。何？順番に物を取る。一度に一点のみ。誠意を示すため、俺はカウントしなくていい。何それ。どういうこと？もう右に同じ。まあ俺は何も別に興味ないしな。ついてきてるだけだし。諦めるのか。いいだろ別に。俺は認めない。この半人前の考古学者と収穫を等分しろってか。ありえない。それはこっちのセリフよ。潮の魔人の文化財が台無しになるわ。絶対に無理。仲良くしな。もし契約を結べないのなら顧問を降りるしかないな。そうだって。バイバイ勝利。俺は行くけど。俺は行くけど来ないんだ勝利は。気をつけて帰ってね。この遺跡にある宝と罠の対処は二人の判断に任せる。オッケー。俺は行くけどね。宝欲しいし。それは分かった。塩の魔人の宝物だ。その半分でも十分金になるだろう。こんなこと口に出したらもうこいつ隠す気ねえな。契約に応じてもいいけど勝利。うわ、一つ条件があるわ。なんだよ、言ってみろよ。潮の魔人の真相を見つけたら、たとえモラクスに不利なことであっても公正に判断してほしい。これを勝利に言うのがおもろいな。その条件なら受け入れよう。まあ勝利は全部知ってるだろうし。では行こうか。はーい。これあれかな、ダンジョンかな。ダンジョンっぽくね、これって。うえー、来たー来たー、勝利だー。かっこいい、髪長ー。か、な、かっこいい。お前何それ、何それ今の。いや、銃撃か。なにそれ、かっこいいね動き。隙あり。かっこいい。やっぱ武器を蹴るってかっこいいよな。一刀の時も言ったけど、通常攻撃のモーションかっこよ。はい、顔がいいな。あ、これは彫像。おい、お前ウルト使った。いや、人だ。人はあ。この人たちは潮の魔人の信者だったんだろう。へえ、なんで塩で作る。こんな風にこの遺跡に一体何が隠されてるの。全然いいやつに感じねえな。塩の魔人、何があったんだろうね。じゃあちょっと君たち試し切りに付き合ってね。ついでに勝利シールド使うか。ほれ来た、勝利シールド。合ってるのか本当にこれで。こうか。長押しみたいな、なんかこの岩の数とかでこうなんか決まったりするのかな。その辺は中途で危ないよ。勝利落ちるよお前。あんまいらんごすんな。やった。へえ、ちょっと登れない。あ、なるほど。新天堂寺。なるほど、こういうこと。はあ、なるほど。ちゃんと勝利のアビリティで解くようになってんだな。かわいそうに。塩、中に塩が半分入ってるわ。塩が半分、何これ。ただの塩入れだろ。塩の魔人は貧乏な魔人だな。クリメンだと同じ感想を抱いちゃった俺。俺の知っている限りそれは普通のものじゃない。たかが半分されど半分、永遠に変わらない。ふんふんふん。え、つまりいくら使っても中の塩は減らないのか。それはすごいね。
塩ってめっちゃ大事だもんな。その通りだ。すごっ。無限の塩を生み出すなんて、やっぱり塩の魔人の力はすごいわ。なんか勝利とかに比べたらめちゃめちゃ地味だけど、めちゃくちゃすごい能力だな。ここまで苦労してやっと見つけたお宝だ。こいつは俺のだ。ジャイアンみたいな喋り方したな、お前。こいつは俺のじゃ。無限に出てくる塩、それを売るだけで十分に儲かるはずだ。そうだね、かなりお金にはなりそうだね。塩の魔人の遺産をそんなことに使わないでくれる。いやでも実際金にはなるよ。クリメント殿が博多の塩潰そうぜ。契約に従って次は彼女がもらう。え、いいんだ。問題ないさ。こいつより金に大丈夫なのはなさそうだし。本当に大丈夫なの。契約に従い、奪い合いはやめておくわ。なんかリーウェっぽいな。では先に進もう。本当に大丈夫なの。あれのせいでなんかみんな石化したとかない。大丈夫、進むか。なるほど、長押しでシールドだな。でこれはなんか定期的に範囲に和元素のダメージを与えるみたいな感じなんだな。まあとはいえシールドが結局メインにはなるだろうな。やべえ、カチカチだ。え、ちょっと攻撃してよ。うわっ。こいつやば。何か温度計？あ、蒸気だろう。大したことない。ね、そう見える俺も。これは測定器具の一つなのよね。何それ。その何測定すんの。しかしこれにも塩の魔人の力がある。なんだろう、好きな子の汗の量とか測れるのかな。結構変な性癖だったんだぞ塩の魔人って。なんか俺の中での株がどんどん下がっていくな塩の魔人。これを地面に刺すとそこから塩が溢れてくる。地味だな。地味だな。深く刺すほど得られる塩の量も多い。つまり塩の豊作だ。まあすごいけど地味だな。それって俺の塩入れよりもすごいじゃないか。あんまり変わんなくない。同じじゃん。では契約に従い、この定義は彼女のものだ。別に変わんなくない。結局塩が増えることには変わりないんだから。ダメだ、認めないぞ。俺が出した金だ。はい、契約破棄。なんで俺が損しなければならないんだ。はい、契約破棄です。それにこいつ何の役にも立ってないし、絶対に認めない。こいつマジで、こいつマジで。まあスネージナイはこんなもんか。やっぱタルタリアの兄弟以外全員勝つか。やっぱスネージナイは住んでるやつ。やっぱりこうなるのか。はあ、ぶちのめす。どうする。いいよ勝利。お前背高すぎて頭入ってねえじゃん。お前タッパありすぎて頭切れとるって。つまり契約を破るのか。まずいよ。大丈夫、こいつ契約の神だぞ。だったらなんだ。この遺跡の罠もほとんど分かったし、あんたがいなくても結構。死んだなこいつ。こいつ死んだな。クリメント死んだな。そもそも俺が雇い主なのになんであんたに従わないといけないんだ。殺すぞお前。契約を結んだから。控えめに言って。ガンウォーテイ君はこう言った。契約を保護する者は岩食いの刑に値する。何岩食いの刑って。岩口の中に詰めてぶん殴る。あれもしかして。それはリーウェの神だろう。俺はスネージナイアから来た。どうしたの。岩食いの刑、その身をもって体験するという。怖い。無事じゃ済まないがな。怖い。え、やるの。あ、デッドエージェントになった。すごい、こいつなかなかやるじゃん。じゃあちょっと天丼使っていい。天丼万象。天丼万象強っ。強ほんで甘い。え、ぐちゃぐちゃになっちゃった。ぐちゃぐちゃになっちゃった。びっくりした。なんか透明化してただけか。びっくりした。もうバラバラになって助かんないかと思った。こいつ剣与盤石。剣与盤石。ダメージ受ける気がしないぞこいつ。こいつやば。その獲物も没収する。はい、返してください。この先に行く資格はない。猿がいい。おお、勝利ぶち切れ。契約を守らないやつにやっぱ優しくないね。そう、覚えてるよ。なんでお前コテコテなジャイアンみたいな感じなの。クリメントずっと。
ソ覚えてろよじゃないのよ。考古学のためとか言って結局嘘だったな。警戒して正解だったか。いやまああんまり騙そうとかじゃなかったけどな。ただのバカパイモンはあんな風にならないでね。姫の先輩みたいなこと言うじゃん。アキ君は知らないでねみたいな。モナは大好きだけど悪いことはしないぞ。ちょっと怪しい時あるぞパイモン。一瞬なんかモラの目くらんで道徳的な感情を忘れる時あるからな。パイモン気をつけてくれよ。彼は貪欲で間違いを犯した。しかし貪欲の他にも契約を破る原因はまだまだある。何？渇望する者を前に契約を守れる者はどれほどいるか。これを機にはっきりとさせよう。何？何のことだ？潮の魔人の話と関係するのかな。この考古学チームに考古学を目的に来た者はいない。女、お前お縄や。おばっぱかけろ、バイモン。どうしてそう言えるの？こいつお縄や。お前は考古学の初歩的な知識も文化財もよく知らないが、潮の魔人に関する知識だけはかなり詳しい。なんかさらっと俺が全く考古学に興味ないって言われてるのなんかちょっとおもろいな。もしかしたらちょっと興味あってきたかもしんねえだろ俺。勝利についてきたかもしんねえのに。俺考古学全然目的じゃないのバレてる。俺勝利しか見てなかったしな俺この任務中。すまんな。考古学や文化財よりも潮の魔人自身に興味があるのだろう。なんだこいつ狂信者か。またお前が話した潮の魔人の伝説もその多くは銀元町に伝わっている。何銀元町って。横顔かっこよ。それ以上言わないで。横顔かっこよ。サービスしてくれた。こっち側の横顔じゃなくてついこっち側の横顔見せてあげますよっつってサービスしてくれた。ありがとうな原神。勝利殿はやっぱり物知りなのね。何もかも見抜かれてるわ。はい、どうする勝利。どうする捕まえるか。暴行か勝利。そう、私は考古学者ではなくリーユエ七星八門の一つ遠行を担当する銀元町のものよ。なんか商人みたいな感じか。私たちの祖先はかつて魔人戦争中に潮の魔人に守られた民だった。あーなるほどね。あーなるほど、元王帝君を信仰してる人じゃなくて、まあ、潮の魔人を信仰してるんだね。そっか、だからモラクスって呼んでたのか。確かにモラクスっていう名前を口にするリーユエ人はめったにいないもんな。確かに確かに。でもなんか他の国の人たちがいっぱい呼んでるからあんまり違和感なかったな。戦争中モラクスが私たちの神を殺した。潮の魔人の力を奪うために。なんかいろいろ事情があるんじゃないの。なんかねえ入り口に人が潮になってたっぽかったけど。憎いわ。でもリーユエはモラクスのリーユエ、歴史だって改ざんされてるに決まってる。なんか国家レベルの秘密にこう戦おうとしたんだなこいつは。だから証明したいの、モラクスが悪で残酷な一面もあるってことを。まあいろんな意味で残酷だけどなこいつ。こいつとか言っちゃったあいつ。契約に従って真実をちゃんと公正に判断してくれるわね勝利殿。俺これ横でこっそりこいつ正体モラクスっすよっつったら刺すのかな急に勝利のこと。こいつモラクスって言ったらで言ってこうナイフ入って渡したらこいつ刺すんかな。まあ勝利はシールドで守っちゃうか。聞かないとか言って。それにリーウェはもうモラクスのリーウェではない。確かにもうなんかリーウェの中でね人々が守りましょうみたいな話になったしな。ついてこい、答えはこの先にある。ほう、